愛です。あかりだよ。ステーブルディフュージョンでアニメーション動画を生成したい。どうやって生成できるの？愛知、教えてちょうだい。テキストからアニメーションを動画を生成したい人におすすめの拡張機能がデフォーラムです。デフォーラムでは8秒以上の長さまで動画生成することができます。この動画では Google コラボを使ってデフォーラムでアニメーション動画を生成する方法について解説します。まずはモデルとデフォーラムの導入をします。 Google コラボのサンプルコードが配布されている GitHub にアクセスしてください。エニーローラ Web UI コラボの項目にあるステーブルをクリックしてください。エニーローラ Web UI コラボではエニーローラモデルが入っており、アニメ風の画像生成に向いています。もしリアル実写に近い画像生成をしたい場合はチルドリミックス Web UI コラボの項目にあるステーブルをクリックしてください。チルドリミックスのモデルが入っています。ドライブにコピーをクリックしてください。タイトルの最後にコピーと表記されているか確認してください。左上の実行ボタンを押してください。コードがわからなくても導入できるからいいね。そうだね。このサンプルコードはエニーローラモデルとデフォーラムが導入できるコードに加えてコントロールネットやオープンポーズエディター、さらに手を修正できるデクスライブラリーなど何でも導入されているから非常におすすめの方法だよ。実行ボタンを押してから数十分後、コードの一番下付近にグラジオ .live の URL が表示されるのでクリックしてからステーブルディフュージョン Web UI を起動してください。起動したらデフォーラムのタブを押してください。プロンプツをクリックしてください。初期設定でプロンプツ1では用意されているサンプルの呪文が入力されているのでそのまま生成してみます。ジェネレートボタンを押してください。動画が生成された後に再生ダウンロードする場合はクリックヒアフターザジェネレーション2ショーザビデオをクリックしてください。左下にある再生ボタンを押すと動画を再生します。こちらはエニーローラモデルで生成した結果になります。8秒間の動画を生成することができました。よくわからないけどなんかすごいよ。リアル実写に向いているチルドリミックスモデルで生成した結果はこちらです。どちらもいい感じに動画生成できているね。動画生成したプロンプツ1にあるサンプル呪文についてですが、こちらの画像にある順番に沿って説明すると、1.0から29フレームまで可愛い小さなウサギを生成する、2.30から59フレームまで猫を生成する、3.60から89フレームまで美しいココナッツを生成する、4.90から120フレームまで美しいドリアンを生成する。順番に沿って動画生成するようになっています。次はプロンプツの内容を変更してみましょう。こちらのようにプロンプツを設定したので参考にしてみてください。プロンプト内容ですが、0から29フレームまで海底魚を生成、30から59フレームまで都市を生成、60から89フレームまで宇宙を生成、90から120フレームまで神五行を生成するように記載しました。生成した動画がこちらです。プロンプツ内に沿ってうまく動画生成することができているね。動画をダウンロードしたいときは右下にある3点マークをクリックしてください。ダウンロードをクリックすると MP4 形式で動画をダウンロードすることができます。動画の長さを変更することはできるのかな？マックスフレームズの数値を上げることで可能だよ。キーフレームズをクリックしてからマックスフレームズの数値を大きくすると動画時間が長くなり、小さくすると短くなります。例えば120から160に変更すると動画の長さを10秒くらいにすることができるので試してみてください。ランをクリックすることでサンプラー、ステップス、画像サイズを変更することができます。画像サイズを片方か両方を768か1024にすることでクオリティが上がりますが、その分生成時間が長くなります。高品質にさせる呪文って何かな？高品質にさせて動画生成させる呪文はプロンプツポジティブ内にマスターピース、ベストクオリティ、ディテイルドの呪文を入れましょう。プロンプツネガティブ内ではワーストクオリティ、ロークオリティ、ノーマルクオリティ、ノーレゾリューションの呪文を入れるとクオリティが高くなるのでおすすめです。
今回の例ではこちらの呪文内容にします。欄をクリックして IDIS 1024ハイト1024にしてから動画生成してみます。画像サイズを大きくすると生成まで時間がかかります。横1024縦1024ですと30分くらいかかりました。こちらが生成した動画になります。可愛いアニメ風の動画生成ができているね。まとめです。 GitHub から Google コラボのサンプルコードを使用することでデフォーラムの導入は簡単にできるのでおすすめです。画像サイズを大きくすることでクオリティを高くすることができるので、ぜひ試してみてください。以上でデフォーラムを使ってアニメーション動画を生成する方法について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。